おはようございます。今日は1月10日ですね。1月10日気温が 0.9 度、湿度 60%、今日は寒いですね。はい、寒いです。素直に寒いですね。はい、室温は 19.6 で、湿度が 18% ですか。室内は暖かくていいですね。ここの部屋は基本的に熱源が多いせいもあって、気温が高いので、非常に助かっておりますね。はい、そして今日のコーヒーはですね、ハートに口づけですね。このバレンタインセット、ハッピーバレンタインセットの、もともとバレンタインっぽいことものとして、ハートに口づけという、まあうちで、フレーバーで一番売ってる豆ですね。それをこう中心にですね、玉木と、コーヒー遊戯が、同じ配合の、ブレンドを作ると。ただし、豆は違う豆を使い、焙煎の方法も違う、焙煎の方法を使った三者三様の、ハートに口づけを作るという、企画ですね。ハッピーバレンタインセットです。で、今日の格言はですね、トラブルをウェルカムに、トラブルをウェルカムになると、最強である。まあ簡単に言うと、トラブル中のもう全然 OK ですよと、もうトラブル何が起きても大丈夫ですよっていう状態になってくると、人間、最強じゃないかというふうなことですね。まあ言葉をそのまま言うただけですけど、本来トラブルなんてない方がいいに決まってるんですけど、ただトラブルに強いことってやっぱどんな状態でもまあいいですよね。まあだけどトラブルに強いっていうのは簡単に言うと場数踏んでるっていう意味だとは思うんですけどね。ちなみに、今日はちょっと早めに、コーヒーを立てようとしてるんですね。なんで今日早めにコーヒーを立てようとしてるかというと、ちょうどたまたま今日はポット4本立てないかんので、ポット4本をちゃちゃっと立てるためにちょっと早めに、ちょっと、働いております。まあ例えば、トラブルでもないですけど、例えばコーヒーを、100杯とか200杯出してほしいと急に言われて、道具がなかったらまあこれは大変だと思うんですよね。だけど、そういうことを何度か経験してくると、まあ、爆発踏んでくると、100杯や200杯とってことないよねみたいな感じになるわけですよ。例えば今から、まあコーヒーを、まあ、100杯ほど、まあ、立てることになるわけですけど、そんなに、大変と思えてないわけですよ。なんでかっていうと、例えば1000杯ぐらいのコーヒーを立てた経験とかなんかも、あったりなんかすると、まあその10分の1だから、まあ、相当ってことないんだろうなというふうに、思えてしまうわけですね。だから何でも、ある程度の、まあ、なんつうんですかね、場数踏んでくると、それをやったことがあるっちゅうだけで、気持ち的には楽ですよね。だから、トラブルっちゅうのは、まあ、簡単に言うと経験ですから、その経験を数、抱えてると、結構、なんつうんですかね、次にそういう同じようなトラブルが
来た時にはもう全然余裕ですよね。それが初めてのトラブルであったりなんかするとやっぱり人間は結構焦ったりもしますから、そういう点では結構トラブルっていうのはある程度場数を踏んでおくといいかなという気はしますね。はい、3分間お漏らしですね。だから何でもこう面白がるっていうことは結構僕の中では大事だと思ってて、まあ緑茶コーヒーダイエットみたいなのもそうなんですけど、結構、面白そうだなと思うじゃないですか。で、実際に、単純にペットボトルの緑茶と、コーヒーを混ぜたのはまあまあうまくいったけど、じゃあ、ティーバッグの緑茶を立ててそれとコーヒーを混ぜたらいまいちであったりとか、結局、安直にいけるかなと思ったら思ったように安直にいかない。じゃあそこでいろいろとこう工夫して、最適解を求めればいいわけですよ。でその最適解を求めればある意味その緑茶コーヒーの最強の緑茶コーヒーができて、その最強の緑茶コーヒーはちょっと、面白そうだなというふうになりますからね。だからそれをちょっと本格的に、やってみたいなというふうには思っとるんですが、まだまだちょっと時間がなくてそれをやれてないですけどね。結構代表的には乗り気なんですよね。代表的には昔、西尾コーヒーというのを作ってちょっと、頓挫したことがある。その時は、まあ、抹茶と、コーヒーを混ぜるっていうのをやったんですけど、抹茶っていうのが、ね、酸素に弱いんですね。で酸素に弱いっていうのはどういうことかっていうと、すごい鮮やかな緑っていうのは、ある程度時間が経つと茶色くなっちゃうんですね。だから、鮮やかなコーヒーと、抹茶のパウダーをこう混ぜることによって緑色のコーヒーが出来上がるんですけど、その後、ドリップバッグ作っていざ開けてみると、茶色になっちゃう、ほとんどほうじ茶かこれはっていう感じになっちゃって、いまいち、インパクトがなかったっていうのがあったんですね。で基本的には、西尾って、まあ、抹茶が有名なんですけど、じゃなくて普通の緑茶だって当然作ってるわけですよ。だから緑茶コーヒーダイエットだったら、まあ西尾の緑茶を使えばまあまあそれはそれでいいのかなっていう気がするので、あとはどう、コーヒーと緑茶をうまい具合に配合して、それで、ダイエット成功させるかみたいな。まあ、そんな感じで、考えてるわけですけどね。だから、まあ、実際にはそういう実験でうまくいかないのは別段トラブルでも何でもないわけですけども、ただトラブルとそういう実験でうまくいかないのって何か違いがあるかっていったら何も違いがないんですね。つまり、本来トラブルっていうのは何かっていうと、動く予定のものが動かなかったりとかなんかがトラブルだと思うんですけど、それはまあ本当困るは困るんですね。焙煎をやろうとした時に焙煎機が動かせなかったりなんかすると、まあ、非常に困るは困るんですけど、ある意味どういうどこが問題であったかっていうのを調べることによって、次にそれをそういう状態を対処できるようになるわけですから、これはトラブルも、実験も、
やってることはあんまり変わんないわけですよ。だから現実にはそういう部分をまあうまい具合にこう利用すればトラブルなんてもんはまあウェルカムになるんじゃないかと。まああとはあれですね、時間的に余裕があればトラブルは大した問題じゃなくなりますよね。時間の問題だけはトラブルちょっと、しんどくなることはありますよね。早々から、まあ、日本は地震があったり、まあ、なんかいろいろな事件が起きたりとか、まあ、なんか今年はまあ大変そうな、まあ、あれです、スタートですけど、まあ、そういうのを、まあ、うまい具合にこうあれですかね、こう国の方が対応して勝ち取ってもらえば、まあ、これもいいことになっていってくれるんですかね。とりあえず我々ができることはやっぱり真面目にこう一生懸命、仕事をやっていくしかないですからね。そこの中での小さなトラブルというのの対処の仕方っていうのは一生懸命我々はやって少しずつ、そういうトラブルにも強くなっていくことが、まあ、大事なんだろうなという気はしますけどね。ちなみに、バレンタインセット、ハッピーバレンタインセットっていうのを、販売予約販売、今しておるわけですが、これは完全にあれなんですね。この配合を全く同じにする、まず第一に配合が全く同じっていうことはどういうことかというと、フレーバーの扱ってるハートに口づけというブレンドがありまして、それのブレンドの配合と全く同じものを、玉木と、コーヒー優美で作ると。で、玉木とコーヒー優美で作ってそれを、まあセットにするっていうのが、まあ、ポイントなんですね。これは何が、面白いかっていうと、結局、配合が同じなわけですよ。つまり、コーヒーの、ブレンド比率に関しては全く同じものを作るんですけど、豆が全然変わるんですね。例えばフレーバーの、例えばモカだったら、シダモという、豆を使うわけですけど、他の、タマキであったり、コーヒー麦の方では違う豆を使うわけですよ。だからそれによって、全ての、まあ使ってる豆が当然高品質な豆を使ってる、玉木であったり、コーヒー遊戯であったりと、普通のスタンダードを使っている、フレーバーというのの、比較が面白いと。配合が同じでありながら比較が、そういう比較が面白いという企画なんですね。それと何といっても名前が、まあ、バレンタインっぽいんですね。ハートに口づけ、
フレーバーのハートに口づけっちゅうのもバレンタインっぽいし、キス・ザ・ハートちゅう、玉木の、ものも、まあ、バレンタインっぽい。から、コーヒー指の方のハーツキスですかね、ちゅうのも、まあ、バレンタインっぽいと。とりあえずバレンタインっぽいものを、並べたって感じで、今回そういうものを、企画していくという感じですかね。はい、まずは1本目が終わりましたね。おじさん、コーヒーをポットに入れる作業なんかをやる必要なかったですね。茶こしをセットしてコーヒーを入れるわけですよね。はい、コーヒーを入れたら、こういうポットの口のところにつける、これも茶こしですけど、を用意して、あとは泡を伏せて OK ですね。これで、ポット1本出来上がりという感じですかね。はい、はい、とりあえずですね、今日はここまでにしましょう。